忙しかった新しい友達ができた。いいことばかりじゃないから僕らの毎日はいつも刺激的なんだ。1年300目15ページは長いより短くて急だから描けたストーリー今ほら優しく輝き出す。バッドヘッド重ねよう新しい日へ。僕も君も誰も涙主人公なのさ。バッドヘッド重ねようとびきりの声を笑ってるのかい。昨日のご飯美味しかったかい。悪いことばかりイメージしてちゃ僕らの日々は楽しめやしないのさ。明日の行方は誰もわからないから、もっと気楽に行こうぜ。Yeah.